グレー。ハロー。あ、オッケー、ご飯作って。11月9日木曜日20時になりました。ガトリングラジオでございます。本日もよろしくお願いいたします。ナイスギャトリング、ご参加ありがとうございます。いや、噛みました、普通に。というわけで1週間ぶりでございますけれども、1週間が経つのが早すぎませんかってことなんですけれども、いや早くないですか、なんかあれみたいな、一瞬で木曜日になってる気がする。やばーと思って、であれじゃないですか、11月入った、やべーって思ったらもう2週目じゃないですか。怖くない？なんか知らぬ間になんかババアになってる可能性があるという。皆様、一日一日を大事に過ごしましょう。忘れないでね。はい、というわけで、なんか今日さっきですね、仕事終わりにこのラジオの隙間時間といいますか、これであのネイルをしていたわけなんですけど、なぜネイルをしたかといいますと、そう、ガトリングラジオのスポンサーでもございます、アニソンバーアニバコ、はい、私が働いている場所なんですけれども、はい、こちらでございますね。こちらが2周年ということで、明日明後日2周年イベントがあるということなので、私明日出勤でございます。なのでちょっと、まあ、ちょっと気合い入れるというわけではないのか、そうなのかわからないんですけれども、ちょっとネイルでもしてみようかな、たしなんでみようかなと思いましてですね、多分ね明日出勤する子たちとかさ、なんか T シャツをみんななんかアレンジしてくる可能性があるわけ。あ、でもみんなの可能性はないけど、なんかこう個性を出していこうかなと思いまして、私 T シャツのアレンジの仕方知らないから、 T シャツを着るしか知らないんですよね。多分一人はねめっちゃアレンジしてくるんじゃないかなっていうのと、ヒップホップ系な格好してくること、読めない子が一人とってなって私なので、色味を出そうということでちょっとネイルだけしてみたという、本当にあのもう本当にもうあれです、ちょっと抵抗、ただの抵抗でございます。なんかさ、このジェルネイルでなんかこう黒となんかよくわかんないピンクっぽいやつをとラメを混ぜてみたんですけど、グレーが出来上がりましたね。混ぜてみたら黒はちょっとさすがにちょっと重すぎるなと思って、ランチのお仕事もやってるからさ、なんかちょっとあれじゃないですか、なんかちょっと暗すぎるかなと思ったので、ちょっとこのちょっとだけこれファッってファッってやって、ですね、今キャンさん忘れ物して取りに来たということですけど、そんなこんなで、はい、綿貫かな指導よろしくお願いします。明日出勤の予定ですので、もしね周年行きたいなとか思ってる方いたら、まあ、イベントがねイベントを重ねてイベントなんですけど、イベントしまくってるわけなんですけど、はい、皆様よろしくお願いしますという感じで、この番組はアニソンバーアニバコ、タイ料理ベンチャロンの提供でお送りいたします。いいですね。なんかさ、寒いと思ったらさ急に暑ってなってきてさ、今日なんか蒸し暑いよね。なんか先週とかはさ長袖着てたような気がするんですけど、晴れ早くないですか。私なんか半袖、なんで半袖着てんの私、怖っ。ねえ11月だよ、いい加減長袖をずっと着させてくれよと思って、今日はなんかすごいムシムシする日なのよね沖縄、なんでなんでしょうね。そろそろあの寒くなってもいいんじゃないですかね。私寒くなる準備できていますけどね、あの長袖とか買ったのにと思って、全然着ないじゃないかと思って。皆さんどうですか、どうですか、皆さん急に降るっていうね、本当にさ今日だからツイッターでさ、暑くないってつぶやいちゃった。そしたらなんか結構みんな暑いって言ってて、暑いよねやっぱりねみたいな。そんなこんなで高本さん、ヤンキチさん、沖縄大学さん、長谷川淳さん、ロアさん、埼玉のゴースさん、皆様こんばんは、よろしくお願いします、いらっしゃいませ。なんか結構みんな聞いてんので、なんかすごいね、なんかロアさんはかあれなんかご飯作りながら見るって言ってますけど、なんなんですよね、何を食べるんでしょうね。私は夕飯は母親が作り置きしていたおでんを食べましたけれども、あの冷蔵庫に入れっぱなしにしてたものをそのまま自家食いしたので冷たかったですね、はいすいません、ちょっとね疲労マンで、はい、喉がカスカスになってるんですけれども、そうです、なんかちょっとさ、なんかわかる、季節のさ何この変わり目みたいな、なんかこうわかる、こう対応できないのよ体が、もう何なのってなってる。みんな気をつけてね本当にね。ロアさん食べないんだ、あ明日のご飯作ってんの、主婦やば、そうだね結婚しろね、いやいいよね、いいね、なんかねいいね、明日のご飯作ってるってめっちゃよくない、お弁当とかってことかな、お弁当とか絶対作れないんだけど私、だって気が向いたらご飯作るをみたいになる人だよ。なんか最近
あの、ま、前一時さ、なんか前北海道旅行行った後にあのスープカレーの素買ってきて、でスープカレーが好きすぎて楽しすぎて作るのがで美味しすぎて、で一時もなんかもう何こうずっとスープカレー作って食べ続けてるって時期があったんですけど、最近ちょっとスープカレーの素買ってきたのをずっと放置してたんですけど、これをちょっと開封しまして、あ作ってみようかなと思って久しぶりに料理したんですけれども、なんか前より私の腕が落ちたのかなんか分からないんですけど、あれこんなあれこれぐらいだっけみたいな、美味しいけどね、美味しいけどね、美味しいよ、美味しいけど、なんかうまーっていうのじゃなかったの、多分醤油ちょっと入れすぎたのかもしれないなと思って悔しいですね。またちょっと次回作るときにちょっと挑戦してみようかなと思います。醤油を入れないでみますね。なんかこうアレンジしてやろうってするとさ、そんなになんていうんですか、このちょっとわかります、ちょっと物足りないな、ちょっとこれ入れてみようかなみたいな思って、それで失敗するんですよ私ね。なんか測りながら入れないからブワッて入れるんですよね。だから気をつけたいと思います。はい、そんな感じで、はい、今日はもう本当にオフトークでいきたいと思います。で、あのツイッターの方に書いてたんですけど、なんか今日話したいことみたいな、ダダサバイバーにハマりました、ダダサバイバーに。ダダサバイバーというですね、なんていうんですか、あの携帯アプリなんですけど、アプリゲームなんですけど、これめっちゃ面白くてですね、これあのもうなんかこのゾンビとかがこう襲ってくるんですけど、そこからこう指でこう操作しながら、逃げながら、攻撃しながら、経験値を獲得しながら、新しい技をゲットして、でまたひたすら倒して経験値得てみたいな、で15分ぐらい耐えるみたいな、でそれで15分耐えたらボスが出てきて、それで倒したらこのクリアみたいっていうのをひたすら繰り返していくっていうダダサバイバーっていうゲームなんですけど、あやってない、ロイヤルマッチあんまやってないの、嘘、私もあんまやってないけど、最近はちょっとダダサバイバーの方ですね。あの最近ですね、なんかゲームとかアプリゲームとかばっかりやってたから、そロイヤルマッチはマジで本当に何て言うんですか、無限にできるから、ずっとロイヤルマッチやって、で YouTube 見てっていうのをずっと繰り返してたらですね、あのアニバコで働いてるのに、あの何ですか、このアニメの話、最新のものが一切わからなくなったんですよ。これやばいと思って、おすすめされたやつをもうジャンププラスとかで、あの初回無料で全部見れますみたいなやつから見て、でちょっとネットフリも入ってるわけだから、ネットフリも見ようと思って、新しいやつを見ようかなと思って第1話の途中まで見てるみたいなところなんですけど、でロイヤルマッチだったら、ロイヤルマッチじゃない、ダダサバイバーだったら一応あの HP と言いますか、あれがですね、ちょっと上限がありますので、そんなにずっとやり続けるっていうことはないなと思いまして、で普通に楽しいしと思ってダダサバイバー始めてみたって感じですね。ロイヤルマッチ課金されませんか？課金するやろ怖っ。あのそんなにでっかい額はしないですけど、あの100円200円ですよ、もう課金です。一応課金してる人とかに言って、あでもこれぐらいだから課金じゃないよみたいな、課金だよねみたいな、課金だよそれみたいなみたいな、致し方ないですね。あ TMR さんこんばんは、ズバーン、音割れですね、すいません。そうダダサバイバーに今ハマってますよってお話でございます。そして、先ほどですね、ジャンププラス読んでますよっていう話をしたんですけど、話題のやつ怪獣8号っていう漫画をですねちょっと読み始めまして、で本当に一晩で全部読み明かしたっていう、いや読み切っちゃった、あの最新話まで全部読み切ってしまって、なんかもう更新が待ちきれなくなってる。確かね金曜日かなんかが更新日だった気がするから、明日更新日なんですよね。すっげえ急で見に行こうかなと思ってるんですけど、で次はダンダダンっていうのを読もうかなと思っていて、でもちょっと時間また今夜ぐらいにだんだん読もうかなと思ってるんですけど、そうあの怪獣8号が面白すぎたの、面白かった、怪獣8号めっちゃ面白いから、本当にあのジャンププラスであのみんなあの登録というか、あれあのアプリ入れたらあの無料で読めるからさ、あの本当にあの86話ぐらいだから、本当に一瞬で終わるから、本当に一瞬で読んでください。めっちゃ面白いから、本当にあのなんていうんですか、絵がまず綺麗でしょ、であの展開が早すぎるから、このなんて言うんだろう、ちょっと疲れるよ、ちょっと生卵落としてるロアさんが、気をつけてよ、生卵落としたら終わるよ、だって割れるんだから気をつけてくださいね。そうで絵柄が綺麗で、あのおしゃれで、キャラクターがいちいち魅力的っていう。ただあの怪獣9号っていう敵が出てくるんですけど、こいつ敵はイライラします、すごい、こいつめっちゃイライラする、このなんだろう、このなんて言うんですかね、この敵キャラってさ、ある程度魅力っていうものが必要じゃないですか。なんか
この気に入っているキャラクターたちをさ、あの味方キャラクターたちを懲らしめるわけだから、ある程度なんか敵側にもさ、こうちょっと感情をさ、こうなんていうんですか、情みたいなのが、まあ、必要になってくるじゃないですか。なんかこうバーって現れて、急にバーってなんかうわーってやり始めたから、なんかこう背景が見えなくて、ちょっと私怪獣9号だけは嫌いなんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。あの星名副隊長っていうキャラクターがいましてですね、この子あの糸目 の関西弁使う感じのあのえらい強い方なんですけれども、とてもいいです。私あの結構好きなんで、本当にあのすごいハマりました。皆様あの怪獣8号を読んでください。でこの後ダンダダンを読もうかなと思ってるんですけど、それ以外にもあと1話だけ1話だけ見たのが正反対の君と僕だったかな。なんか恋愛系のやつなんですけど、ギャルの子がちょっと優等生っていうか、こう真面目な子、真面目なちょっとおとなしい男の子のこと好きでみたいな、でもみたいなっていう、第1話から付き合いよったからだ、びっくりした。あー、シャンクジャマさん、こんばんは、おばんでございます。今あのジャンププラスで読んだ漫画の話をしております。今は、あんまり読まない恋愛系のものを読んだよって話と、あ、恋愛系で思い出した、あとクーロンなんとかジェネレーションみたいな、なんだっけこの純愛 なんかその恋愛ものなんだけど、これ私クーロン城っていうものが好きでですね、皆さんクーロン城ってご存知ですか。クーロンジェネリックロマンス、クーロンジェネリックロマンスでございます。皆様覚えてください。これあの9に漢字の9にこもるみたいな、こもると書いてでクーロン城ってなんかあるんですけど、え、香港だっけ。あ、おまるくおじさん、おまるくおじさんで普通に言っちゃった。心折り太郎さん、おばんでございます。この前はお世話になりました、ありがとうございます。そう、この話もちょっと後でしましょうね。今ちょっと漫画の話でめちゃくちゃあの私の中で花が咲いてるので少々お待ちください。なんですけど、このクーロンジェネリックロマンスがめちゃくちゃ、一巻だけ私読んだんですけど、すっげえ面白かったの。これもめちゃくちゃ面白かったから、あの今度ね、あの快活クラブにこもった時にちょっとがっつり読もうかなと思ってるんですけれども、これも面白かった。普通に私あんまりね恋愛系の漫画読まないんですけど、これでなんか恋愛なんだけど、恋愛だけじゃなくて、なんか何このえ何この謎みたいな、え何なのこれみたいなっていうものが散りばめられてて、さあの一巻の最後らへんにえ何これどっかみたいなのがあって、これがすごい面白かったんですよ。あの空論城とかが好きな方とか、えなんていうんだかな、この風情のある恋愛な感じなんですよ。この風情わかります。これちょっと30超えた、まあ、私が30超えても風情は出ないけれども、世間一般的な30を超えた男女の恋愛の話なんですよね。これがねクーロン城、そう高場さんその通りでございます。あのなんかあったじゃないですか、私1994年生まれなんですけど、1994年に取り壊されたクーロン城っていうものがありまして、そこが、昔のままというよりかはクーロン城がまだ残ってるみたいな感じなのかな。あ、ひふみさんこんばんは、ごくんちょうこんばんは。今漫画の話で今あの白熱しております。そのクーロン城が現在も残ってるみたいな感じでちょっと話があるんですけど、そのクーロン城の中で不動産屋で働いているこのなんか32歳の女の人が主人公なんですよ。タミンさんこんばんは、今漫画の話を超しておりました。でクーロンなんだっけ、クーロンジェネリックロマンスっていうあの漫画の話なんですけれども、そのクーロン城のなんか不動産で働いている32歳の女の人が、まあ最初はまず起きて、でもう分かります、このなんて言うんですか、この分かるよ、この語りすぎない感じのオープニング、すごい好きなんですよ私。この説明をバーってされない感じで、なんかだんだんこう引き込まれていくオープニングというか、それがめちゃくちゃ良くてですね。で、まあ、クーロン城でいろんなこうなんかこうアパートうんたらかんたらみたいなね。あ、かんばちさんお久しぶりだ、お久しぶりです、わったぬきえ、こんばんは。皆様なんか今日お久しぶりの方とか、あとまあなんかいつもの方とか、先週はちょっとお会いできなかったみたいな方が来てくれて嬉しいですね。でなんですけど、でそこでこの小さい会社で不動産で働いてるんですけど、この男の人、先輩の男の人とこの上司のおじさんと3人だけの会社なんですよ。でそこでなんかこの女の子、女の人はなんかこう、私はなんとなく今から始まる恋愛なのかなと思ったら、もともともうこのさなんか大人の男の人の方好きみたいでみたいなっていう、やだーみたいな、ほろーみたいな感じなんですけど、でこの人となんかこう言うたろ、なんだろう、この分かります、このちょっとなんていうの、あー分かります、なんかこう伝われない、こう伝わってほしい、これ本当になんていうの、本当にあのむちゃくちゃこの風情のある恋愛をするんですけれども、ジェネリック、そうジェネリックな感じ、わかる、ジェネリックな感じ伝わってる、これ私の感情を今あのジェネリックって感じ、わかる、これジェネリック、そうみないい、皆さんジェネリックでございます。ちょっとこのなんか
こうギャーギャー言わない32歳の精神、あーわかる、難しい、もうめちゃくちゃ好きだったの、超面白かったの、本当に面白かったから、あの皆さんクーロンジェネリックロマンス読んでください、これも面白いですね本当にね。うんうん、お安い薬よね、どういうこと、あ待ってカンパチさん読んでるの、読んでるの、私あの内容これ知ら、え、な、ね、これジェネリックの話、ジェネリックの話、あのごめんね。でこのね、このなんだろう、このなんかこう先輩もちょっとね、なんかこう後輩としか見てないぜみたいな顔しつつも、こう心配したりとか、ご飯行こうぜみたいな、なんかみたいな、なんかこうちょっと構うわけよ。で距離感とかもなんかちょっと近いしみたいな、でもなんか先輩と後輩みたいな感じなんだけど、ご飯食いに行こうぜみたいになって、でなんかご飯行って仕事終わりに、なんか俺の行きつけのとこ行くぜみたいな感じでこう連れ回されるんだけど、そこでまあなんか美味しいみたいな感じでご飯食べたりとかするの、あーもう何これデートかよボケみたいな感じなんですけど、でこれでまあデートみたいな、こう食後し何こう仕事後のご飯みたいな感じで行って、で最後にお気に入りの喫茶店行こう、連れてくよって言って、連れてきた時にあの店員さんがこのああみたいな、また嬉しいですみたいな、また彼女さん連れてきてくれたんですねって言ったわけ。そしたらこの彼女がちょっと気にするわけよ、えじゃ あの元カノさんを連れてきたのかみたいな感じになって、でなんだけどこのでそのなんかこの彼女ちょっと主人公結構癖が強くて、このスイカ食べながらタバコ吸うのが好きみたいなっていう話をして、この癖みたいなのがあるんですよみたいな話をこう喫茶店でするわけよ。そしたら先輩の男の人の方が、なんかそういう癖とかを知ってると、その癖、同じ癖の人を見た時に過去を思い出しちゃうよねみたいなことをなんか言うわけ。えーなんでそんなこと言うのみたいな、お元カノ話するな元カノの方みたいな感じ。あーシサさんこんばんは、どうもすいません、白熱した漫画の話をしておりまして、あのめちゃくちゃ好き、あのめちゃくちゃあのすごいわーってなったあの漫画の話をしておりました。でですよ、でその後にこのまあこういうことがあって、ちょっとこうモヤモヤというかちょっと気になるみたいな感じになりつつも、まあこの次の日だかなんかなって仕事行ったら、その休憩中の先輩が寝てたわけさ、寝てて、でそれをこう彼女がこうおーいって起こそうとしてたら、こう腕引っ張られてみたいなっていう、ちょっとわかる？接吻、いやエコーしよう、接吻、はい、接吻が始まってしまって、うわーってなるみたいな、でわドキドキドキマキしてた時に、このちょっとこの先輩のこの元カノというか絶対彼女と写ってるだろうみたいな写真を見つけてしまうんですけど、それを見てこう彼女はこう衝撃を受けてしまうわけですよね。っていうで、なぜ衝撃を受けてしまったかっていうのがこう衝撃的すぎて、私はこの、まあ、一応あの 一巻全部読んだら最後までこのなんでこううわーってなったのかっていうのは、衝撃を受けたのかっていうのが分かるんですけど、これを読んでほしいから言わないです。これがもううわつかみ方やばい、えげつねみたいな、けしからん TMR さん、そう沖縄でさ接吻です、付き合ってないのに接吻ですよ、やーべー、だってもうだってしかもだって片思いの先輩の話ですよ、片思いで、そう片思いの先輩に寝ぼけてチューされて、で、あ、ごめん気にしないでって言われた、気にするみたいな、でその後わだわだしてたら、このちょっとこの何このなんかこう絶対彼女と写ってるだろうみたいな写真で、その相手方を見てびっくりしちゃうみたいな話なんですけど、片思いなんですよ、めっちゃ良かった。で一応この2巻以降読んでるってお客さんがいて、その話を聞いたら2巻以降もやばいっすよって言ってたんで、私も2巻以降読もうと思いますので、よかったら皆様クーロンジェネリックロマンス読んでください、よろしくお願いしますカタカナにしたら電波だからまずい、そうね、危ないというわけで一回 CM 挟みたいと思います。いやめちゃくちゃ話しすぎてごめんなさいね、今日も巻きになりそうです、すいません。オタク話に花咲かせたいそこのあなた、アニバコって名前もオタク女子たちと趣味の話で盛り上がれるアニソーバーがヤフソ通りにありますよ。月曜日から木曜日は20時から26時まで、金曜日と土曜日は21時から27時まで、日曜日は定休日。さあ気になったそこのあなた、アニバコにレッツラゴー。グリーンカレーとかガパオライスとかタイ料理食べたいな。今タイ料理と言いました？タイ料理ベンジャロンでは無農薬野菜やハーブ、米油など食材にこだわったタイ料理をタイ出身のベテランシェフが現地の味でお届けします。ギノワンタイ料理で検索。さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。
さあこのお時間は綿貫がスポンサーの2社に媚びを売る時間帯でございます。なんとイベントごとが盛りだくさんな、スポンサー企業2社ともイベントが近々ございます。オープニングの方でもですねちょっとポロッと言わせていただいたんですけれども、アニソン部アニバコの方はですね、明日明後日明日から2日間ですね周年2周年イベントがやります。はい、私は明日の金曜日に出勤予定でございます。でなんかいろいろあるみたいです。11月11日にオープンしたので、こう周年の時はポッキー食べ放題っていうのをやっているそうです。やっております。はい、去年もそんな感じでやってたんですけれども、去年もほんとね周年でね大変ありがたかったんですけれどもね、地獄絵図でしたね本当にね。もう酒がもうバーなってみたいなっていうのを見に来たいなっていう方は、よかったらですねアニソンバーニバコの方に来ていただいて、2周年一緒にお祝いしませんかということでよろしくお願いいたします。料金設定の方はですね、いつ通常とちょっとと違かったはず、通常と違うはず。待ってね、この待ってね、用意しとけよって話なんですけど、すいませんね。あ、はい、これは違う、これごめんごめん、嘘ビボン。はい、飲み放題、歌い放題でございます。21時から3時までよろしくお願いします。男性が1時間2000円、女性が1時間1500円で、いつもはですねもうちょっと500円マシなんですけれども、ちょっとまあ時間がですねちょっと1時間ってことになりますので、でポッキー食べ放題でございます。そして現在販売中のアニバコ T シャツ、そしてパーカーは売り切れてるわ。でご来店ご入、ご購入とかいただきますと、はい、1000円引きになるということでございます。そして特典付きの2周年オリジナルシャンパンもやっております。そして、11月10日11月11日、土曜日2日間イベントやるんですけれども、その次の日日曜日はですねいつもは定休日なんですけれども、11月12日日曜日はですねうちのオーナーの、ワンオペ、なんと22時から朝の4時まで無制限飲み放題500円という破格の値段で、やるようなので、バー経営をするらしいので、よかったらですね500円で飲み放題したいなって方はよかったら行ってみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで、それとあとタイ料理ベンジャロの方はですね、12月6日に3周年イベントがあるということで、はい、なんかこのバイオリンの人呼んだりとか、あとはこう飲み放題のやつあったりとか、ビュッフェとかでなんかいろいろコースであるらしいでございます。なんかいろんなものをやるそうなので、はい、そう飲み放題で2000円はお得でございます。しかも飲み放題で500円やるっていうからね、頭おかしいですねうちのオーナーね本当にね。という感じで、どちらもですね2周年3周年とイベント周年イベントありますので、よければですねちょっと注目していただければ。タイ料理ベンジャロの方はですねツイッターはなくて、インスタの方がありますので、詳しい、内容はですね気になった方はですねタイ料理ベンジャロでインスタの方で調べていただいて、アカウント見ていただいて投稿されてたので、周年のイベントがアニバーサリーがありますので、よかったら皆様そちらの方確認していただいて、こうツイッターアニバコはツイッター、あインスタもあります。ツイッターの方がメインで動いてますので、ツイッターで、タイ料理ベンジャロの方は、インスタの方で、よかったら気になったらですねフォローしていただければ、その後の動きを見ていただければなと思います。よろしくお願いします。バイオリンの人はですね違います、女性の方でございますね。私本当に人の名前を覚えることができませんので、本当に申し訳ない、沖縄でやられてる方なのかな、わからないんですけど、なんか見てください。私はちゃんと見てなかったです、すいませんでした。来週ちゃんと報告するんでよろしくお願いします。というわけで、はい、2社の告知でございました。はい、よろしくお願いします。あとイベントあったかな、大丈夫かな。そう飲み、グルタマさんその飲みはちょっと違う気がするな、カタカナの飲みだなこれ、という感じで、私明日アニバコの方出勤いたしますので、よかったら皆様お遊びに来ていただければと思います。遠隔も可能でございます。遠く離れたところからですねこれを出したいんだけれどもみたいな方がいましたらですねよろしくお願いします。明日少し気合い入れていつもと違う格好というか髪型をしていこうかなと思っているんですよ。で一応気合い入れてネイルしたんですけど、髪の毛どうしよっかな。昔ハロウィンの時にツインテールにしたんですよ、エクステをつけて、めちゃくちゃ好評だったので、これを頑張ってつけるか否かと考えております。頑張りたいと思います。ただ長すぎるから切るかもしれないですけどね。というわけで、はい、明日明後日アニバコ周年祭あります。明日明後日し明後日ですねこのイベントあります。そして、タイ料理ベンジャロの方はですね12月6日の方水曜日ですねにイベントありますので、どちらもよろしくお願いします。そしてエンディングそろそろでございますね。さあ時刻20時24分でございます。残すことあと1分半ぐらいですね。ガトリングラジオ30分番組なので一瞬で終わるんですよ。はいはい
漫画の話とかずっとしてたからですね、はい、すいません、あのちょっとあの空論上好きすぎて、あのこのつかみが良すぎたので、ノスタルジックな感じ、そうノスタルジックな感じすごい好きなの、ああいう感じ好きなの、もうあの四畳半神話体系とかも好きだし、なんか語りすぎない感じ、四畳半神話体系は語りすぎてるけど何言ってるか分かんないから語りすぎてない感じのイメージになってるんですけれども、なんかこうちょっとこう雰囲気があるというか個性があって、この心をぐっとつかまれてしまうような漫画が好きなので、はい、中身の濃いガトリングラジオでございました。本日はいつもより中身の濃いガトリングラジオでお送りいたしました。ありがとうございます。で、あこれも言いたかったんだよね、最近CM のエキストラで撮影行ったんだよねって話、はい、その話その話をしたかったんですけど、もうねあと40秒ぐらいしか時間がないので、また来週お話ししようかなと思いますね。まあ、そんなに濃い内容でもないんですけれどもね、まあ、なんか近々CM の方で私がなんかすげえ勢いで全速力で走っている動画が あるかと思うので、頑張って探してみてください。まあなんか告知するかしないか分かんないですけれども、はい、よろしくお願いします。そこでなんか新しく人と仲良くなったよって話、コミュニケーション能力が低い私でもすごい優しく迎え入れてくれる年上のお姉様がいたので助かりましたという話でございます。というわけでガトリングラジオ、この番組はアニソンバーアニバコ大量リベンジャーロンの提供でお送りいたしました。パーソナリティ綿貫からでございました。また来週よろしくお願いします。皆様体温気をつけてください。な体温すいません。ジャンプラン、ほんと面白い。マジで永遠に読める、マジで。この、あれ星名副隊長、マジでかっこいいから、ほんとに怪獣8号の。めっちゃかっこいい、ほら見て。あ、かっこいい。あららららら。あららら。アニメ化するんだっけ、わかんないけど。アニメ化とか書いてあったから、アニメ化するんじゃないかなと思うんですけど。どうなんでしょうね。で最近メダルゲームにハマってるって話ですね。聞きたかった。沖縄さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。先生が大変体操壊れ始めたっていう素晴らしいですけど、いやー沢井さんはすごいな、本当に弾き散らかしてて素晴らしいよ本当に。ボーボボはもうそんな時期なんですね。なんか変なさボーボボがこうちょっとセクシーな感じのポスターっていうの見たよ、面白いな。相変わらずやって